この後はなんとフェルミー万栄です。あ、そうですか、やるんですか。はい、はいはい、ということで、質問を、募集して木本さんにお答えいただくコーナーということで、質問をご紹介いたします。はい、出走表の表示が平地と違います。一番判決とは何ですか。出走表の表示の平地と違います。まあ、中央競馬 JRA とかね、平地競馬っていうのは、まあ、基本的にはサラブレッドですよね。昔はアングロアラブ、アラブ州との競馬もありましたけど、今はなくなってしまいましたので、サラブレッドしかいないものですから、まあ、平地の場合には掲示されていない、表示されていないというところあると思うんですけど、場合の場合には日番もしくは判決という、最近この日本、まあ、日番、日本万栄種という、なんですけど、これは表記というのは最近なされた、最近できたばかりの表記なんですけど、その昔はもう判決、はい、でその前になりますと純決という形だと、ブルトン種、ペルシュロン種、はい、それからベルジャン種とか、はい、クライスデール種とかっていろいろあるんですけど、うん、基本的には万栄の馬っていうのは私益もしくは、まあ、肉の馬をこう、はい、転用するような形で競走馬に使っていますので、はい、大きくするのにその雑種矯正という形でブルトンとペルシロンをつけたり、ブルトンにベルジャンを乗せたりクライスデールを乗せたり、いろんな血統をこう混ぜて雑種を作ることによって大きくして馬を強くしようという、そういう形があった、まあ、そうすると単純にブルトンにペルシロンをつけると半分の血、すなわち判決という形、それが判決という形でずっと来て、もしくはその血のパーセンテージで 75% 以上になると何々系、まあ、ペル系だとかブル系だとかっていう表示もなされてはいたんですけど、そういうのを一つまとめるような形で日本万栄種っていう形で最近はなってるようではありますよね。はい、判決と判決同士掛け合わせることも、判決ですよね、それも判決なんですか。そうですね。で、昔は血統書の中で場合の血統書っていうのは大体3代前まで載ってるんですけど、はい、ちょっとこれ記憶定かではないんですけど、3回か5回だと思うんですけど、判決という、仮に判決という肌馬にペルという種馬を5回つけることによって、だんだんとペルの血が濃くなってきますよね。はい、1回つけると25入ってくる、50入ってくるわけなんですけど、はい、50にまたその 50% しか持ってない間にまたつけることによって、今度75になるとかっていう形で、だんだんと濃くなってくる。そうすると、今まで判決と書いていた血統書は、今度ペル系という形の血統に、だんだんなってくるんですね。で、はい、そのうちにまた、はい、さらにそのペルをつけることによって、うん、限りなく純血、純血ではないんですけど、限りなく純血することによって、うんうんうん、5回連続でつけるとそのペルに戻せるんだったかなと思うんですけど、ちょっと定かではないんですけど、そういうような、はい、そういうような血統の書き方っていうのがあったんですよね。だから今でも新聞の中で、今最近の馬の中にはいませんけど、昔の新聞なんか見ていただくと、はい、ペル系だとかベルジ系だとか、はい、ブル系だとか、うん、まあ単純には純血の場合にはブルとかペルとかっていう形の馬は残ってはいるんですけど、はい、そういうような書き方、その判決以外にはそういうようにして表記されているのがあるというところはあります。なるほど、はい、ありがとうございます。いいえ、はい、オスでもメスでもない千馬は、千馬になる前はどんな気質だったのですか。そうですね、これはね、昔と今と最近ではちょっと違うような感じは僕の中ではしてるんですけど、まず昔の話をすれば、万栄の馬っていうのは山から木を切り出す馬とか、はい、畑のこう耕すなんかに使ってますので、男馬っていうのは種馬にするわけではないので、千馬にすることによっておとなしくなるだろうという、扱いやすくなるっていう形で千馬にした、うん、で畑仕事したり山から造材を持ってくるのが力強いから、お祭りに使った、お祭りから後の競走馬として万栄競馬の中に来たとかっていうので、うん、昔の重賞競走を勝ったとか、そういう馬の中には千馬が非常に多かったんですよね、うん、それから万栄の競馬がこう確立されて、うん、こう発展する中でだんだん千馬ってのは少なくなってきたんですよね。で、その当時の今度少なくなってきた時に、今度競走馬の中で千馬にするっていうのは、まず牝馬にうるさい、はい、男馬にうるさい、効かない、そういう馬たちを千馬にしたりとか、扱い役するのに千馬にしたっていう流れがずっと続いてきたんですけど、はい、最近はそれに一つプラスアルファされるのは、はい、今
万円の生産会の生産の世界の中ではまず今年トネッコが生まれますよね。で男馬と女の馬、はい、女の子が生まれ、まあ、牝馬が生まれるわけなんですけど、牝馬は牧場でお母さんと一緒にいても牝馬同士ですからうるさくはないんですけど、うん、1歳年を取って1歳になるような男馬っていうのは今度牧場で牝馬と一緒に置いとけないんですよね、はい、要するに牝馬に気にしたりとかうるさくなってくるものですから、うんうんうん、それをどうしても競走馬としてその牧場で置いときたいとなった時の一つの選択肢として1000馬にしてしまう、うん、1000馬にすることによって牝馬なんかと一緒に養うことができる、うんうん、まあ、それそういう系統の中でそういう形の中で1000馬にするっていう選択肢が今一つとして増えてきて、でどうしてそういう形になってきたのかっていうと、今の万円の抱えてる中の一つではあると思うんですけど、中間業者となるその馬を育成してくれる人たちがいないんですよね、うんうんうん、少なくなってしまった。生産牧場から直接馬主さんが購買して、はい、そのテストを受けるまでの間の1歳から2歳までの間を管理してくれる人たちが今いないわけなんですよ、はい、育成期間、そうですね、育成する人たちがいない、まあ、そういう育成する人たちがいないものですから、うん、男馬を管理するようなとか放牧したりとか、はい、そういう施設がなかなか少なくなっているものですから、どうしても牝馬だとか一般の牧場に放牧しようとした時に1000馬にするっていう選択肢が出てきてるって。だから昔のように気性が悪いとかどうだから1000馬にするんではなくて、仕方なく1000馬にしてしまうような馬も今いるような状況ではありますよね。まあ大概は1000馬にするっていうのはその扱いやすくするという意味で1000馬にしていますので、基本的によく言われるのは気性が悪いだとかうるさいだとかっていう形を1000馬にするっていうケースが多いですけどね。まあ、ただ今の昨今の事情の中ではそういう形の中で1000馬にするっていうのは増えてきたような気はします。2パターンあるんですね、気性が荒くて、そうですね、仕方なくしてしまう、だただ1000馬にしてしまって活躍しても今度は種馬としての道がなくなりますのでね、そうですね、いくら活躍しても生涯競走馬でしかいない。まあ最近で言えばアーモンド君子なんかそうですよね、もう1000馬ではありますので種馬の道はないわけですから、もう動けるうちは活躍しなくちゃいけないっていう形になってしまうっていうのはありますよね、はい、兵庫県のマックルさんからの質問でした。ありがとうございました。騎手の手綱さばきに注目しています。あの手綱は何の時に動かすのですか。手綱でお尻をペチペチしているのは何をしているんですか。サラブレッド競馬のステッキとの違いなどですね。あと騎手が最後の直線でダイナミックな動きをしているのはなぜかなどなど気になることがたくさんあります。教えてください。木本さん、はい、お願いします。騎手の手綱さばきに注目しています。手綱はその何の時にも、まず手綱というのは馬にとって、まあ、平地競馬もそうですけど車のいうハンドルですよね、はいはい、右を引っ張れば右に行く、左を引っ張れば左に行く、両方と引っ張って止めるだとか、前進を促すとかっていう形でいろいろな方法があると思うんですね。ハミを抜いたりかけたりというところだと思うんですね。で手綱でお尻をペチペチしてるっていうのはこれは前進を即してるとか馬がこうもういっぱいになってこらえ、足りなくなってきた時になんとか前に進みようという形で、うん、まあ、平地の無視と同じような使い方をしているというと、それから最後の直線ダイナミック動きをするのはなぜかというのなんですけど、場合の場合には追い方の違いですよね。反射運動というか驚かすことによって前進を強要するというか前進力を推進力に変えるというところで、ダイナミックな動きをすることによって後ろで脅かされている状態になる、うん、まあ、だから後ろで踊るんですよね、はいはい、そういう形になると思います。この馬をダイナミックな動きで驚かすことによって進んでいく力を、そうですね、はい、だから人間もそうですけど見てる人がわって言っても驚きませんよね。そうですね、うん、視覚からわって言われた時びっくりしますよね。そうですね、見えないところから、わって言ってびっくりした時に後ろに下がってしまうのか前に行くかの違いですよ。それを前に行くっていうふうに、うん、使うのが場合の考え方です。逆に言うと気持ちの小さな馬たちほど驚かしてあげることを言って前に行く、ただ力がないですから行き過ぎてしまってパンクするってことはあると思いますけど、ズブイ馬は逆に言うと効かないっていうのもあると思います。難しいですね、加減が、はい。
東京都ニコニコ猫だらけさんからの質問でした。どうもありがとうございました。はい、それではテルミーバンへこの辺りで、はい、締めようと思います。テルミーバンへの質問どしどしご応募ください。件名をテルミーバンへとして、質問の内容、お名前、ペンネームを明記して、下記の宛先までお送りください。で採用された方の中から、あ、抽選じゃなかったです、すいません、はい、全員に、はい、シールが当たります。ステッカー、ステッカーが当たります。はい、かわいいワンスターのステッカーです。皆さんこれをゲットするためにどしどし応募してください。お願いします。